戦闘情報収集家は2000年に編成されたイスラエル陸軍指揮家の5つの戦闘兵下の一つである。イスラエル国防軍の戦闘情報収集能力は従来から優れたものだったが様々な部隊や組織が独自に情報収集を行っていたため効率が良いとは言えなかった。このためイスラエル軍は情報収集を専門に行う組織として2000年に 野戦情報課を編成し、2009年に現在の名称に変更された。野戦情報課の直接の前身となったのは、1993年に編成された標的野戦情報部隊である。この部隊は主に、レバノン南部やゴラン高原方面で活動する参謀本部直轄部隊であり、また砲兵化の指揮も受けていた。現在、戦闘情報収集課は、 以下の部隊より構成されている。上記のうち、第414ネシェル大隊、第636ニサン大隊、第869社ハフ大隊は、長年の経験を積んだベテラン部隊で、特殊部隊に分類される。また、第595アヒト大隊、第869社ハフ大隊は、現在も、北部軍において、標的や戦場法部隊、と呼ばれる。 特殊部隊を構成しているとされる。ありがとうございます。